からソブルです。教師どこどこです。はい、今回なんですけれども、イーフト界の光と闇の二方にやつが出てきました。いやだわ。光です。どうも光です。どうも闇です。今回はですね、この4人でちょっとですね、とある、企画にですね、ちょっと挑戦したいなっていうふうに思っております。はい、まあ僕はですね、もう皆さんのことちょっとすいません、友達だと思ってます。おお、ありがとうございます。大きく出たね。あんまり聞こえてこない。あ、上かなと思ってた。と思ってたんですけど。やっぱ友達というものは以心伝心できるかが大事だと思う。確かにね。そうなんですよ。まあ4人でどれだけ心を一つにできるか、これめちゃくちゃ大事じゃないですか。大事。ということでですね、今回はですね、4人で答えを一致させよう。明解でございます。はい、お題が出されます。うん、それに対してですね、まあ、答えを書くんですけれども、それを4人で一致させようというだけの企画でございます。例えばちょっと例題なんか出して、例えば、はい、足が速い選手を、はい、まあ広いですけれども、はい、これを4人で一致させようと、はい、まあ、ただですね、まあ、こういうのは思い思いの選手を変えてしまっては絶対揃わないわけでございます。確かにね、この選手みんな書いてくれるだろうとか、はい、逆にここは俺に任せてほしいとか、はいはいはい、いろいろあると思うんですよ。はい、自分がどのポジションにいるかを、はい、客観で見つつ、そういうわけでございます。むずいね。これをですね、3問連続で一致させましょう。止めろ。比較はできそうだな。一ついいですか。はい、1時間後オリンピック。どんな顔もまずいですよ。まずいて、もう制限時間は1時間です。マジで、この企画を成功させて改めて、まあ、本当の友達になろうと。おー、4人でね。なるほど。そういうことですね。じゃあ早速やっていきましょう。レッツゴー。よいしょ。さあ来い、いきます。はい、イーフト最強ディフェンダーといえば、いきなり。いやこれ、ね、これ皆さん、はい、いけますよ。これはいけるでしょ。いける。ごめん、これは多分いけると思います。俺はこれはね、悪くない。いや、なるほどね。いや嬉しいよこれ。嬉しいよ。え、どうです、悩みました。俺はもうね、一切の悩みです。あら、ヒヨクさんどうすか。いや、いけるっすね。おー、オッケーオッケー。いや、これはいける。いや、一応頼むよ。いや、任せて。うん、いや、俺も自信ある。おー、おー、来たぞ来たぞ。いけるいける。早速いっちゃおう。いきますよ。せーの、ドン、トミヤス。トミヤス。アルフ。一番強いから。この2人がトミーって言ってんの。本当よ。この2人がトミーって言ってんだよ。ああ、だあとさ、比較合わせようよ。いや、だから打ったよ。一番対峙して強いなって。まあ、あと最初だからトミースに来てるし、取り返してもいいから。はい、プレミアの赤いチームといえば、はい、いやー、どこかなー。でも、まあ、迷っちゃうね。すごい、迷っちゃうね。いいですか。はい、はい、せーの、アーセナル。アーセナル。やったー。そうね、まあ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 、2人来てるし。そうだね、合わせていただかないと。合わせていただかないと。いや、これは間違いないですよ。いや、そういったしね。一連ですね。いやー、すいません。これそっか、連なのか。連ですよ。で、無理だったらまたゼロ。ゼロからです。じゃあ、トミヤスって書いとけ。そうか、こっから2連目いきましょう。プレミアに所属する日本人選手といえば、うわー、これどうする。どうしようか、みんな。どうしようか。みんな、俺はどうしたらいいんだよ。俺もどうしたらいいんだよ。どうしよう。誰の家行こうみたいな感じ。いや、これはここでいきます。ちょっと枕持ってきました。はい、書きました。大丈夫でしょう。いきましょう。せーの、三笘。
自分自身こうするタイプじゃなかった。アイデンティティー合わせるタイプだった。いや迎えに行っちゃった。迎えに行っちゃった。日本代表の10番といえば、あもうこれさピーンってきたやついかない。もう俺ピーンってきました、うん、だからなんかできないですよ逆に。そう俺は配慮ができないです。できない。これはもう、一発でバーンってきたやついくわ。この選手10番だったわ。ちょっとね変えます変えます。マジで変えます。本当に。はい、あのねデイムちゃんのそれに合わせにいく俺は。あ、おいマジ。おーすごいね。お願いします。はい、せーの、香川真司。中村俊輔。うわしゅんすけって書いてたんだ。おい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 、パッと来たのは。いや香川、香川県出身だから香川で合わせようや。できるか。遅いわ正義。いやいや、まあまあでもそうよね。いやー、どっちかだね。それはしゃあない。じゃあ、はい、4人の中で、はい、一番声がでかいのは。あ、なるほど。いやー、どうだこれ。どっちだ、なんだこれ。これな。おい、おいおい、オッケー、オッケーです。りょう、今俺はどこにいる。大丈夫、出る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 、俺は出る。行くぞ。行きますよ。せーの、俺令和チャンネル、りょう、りょう。恥ずかしい。やめろ。恥ずかしい。恥ずかしい。ああ、両方が俺らが合ってるのが恥ずかしい。なんかいいね。おい、令和って言えよ。あのレオチャンネル優しいから俺って書いてくれそうだ。自分で書くタイプかよ。切り替えていこうぜ。ちょっとギスギスしてきた。声大きいって思いたくないです。さあ日本代表のキャプテンといえば。いやでもまあまあまあいい。ああ。いやねいや一旦顔見よう、みんなの合わせて顔見に行くか。目合わせてくんない。待って、やばい。でも量、量だと思う。すごい、すごい、すごい。マジ、マジでさ、伝わってこない。こっからこっから来てるよ。いや、俺お前、感じだったぞ。あ、ありがとう。マジで感じだった。なんでこれ感じ取れるんだろう。もうめちゃめちゃ感じ取ってる今。ありがとうございます。それはついてきてください。いくぞ、せーの、吉田麻也。長谷部。長谷部。はい、おい、いやー、長谷部長谷部。お前長谷部じゃねえよ。完全に整ってたよね。そうよね。え、そうじゃん。だから言ったじゃん、なんで伝わってるんだろう。あとで確認しない。めっちゃ長谷部だった。これめっちゃ長谷部だった。何プレイしてほしい。長谷部だよ。めちゃくちゃ長谷部ではねえだろ。これ3年いける。そうですね、行きましょう。お願いします。イギリスの都市といえば。優しくないわ。なんかナイフさん言いましたって。行ったって。行ったって。行ったって。揃える感覚覚えよう。せーの、ロンドン。ロンドン。ロンドン。行ったね。ちょっとね、だが嬉しい。もうちょっとそれでも全然嬉しい。あまりにも外れてるね。イーフトのラインブレイカーといえば。これ合わせたらもうラスト1ですからね。そう、ここ重要ですよ。これこれは見えて難しいやつなんだよな。ただもうお気に入りのライブレじゃダメですからね。そうだよね。自分の好きなライブレ書いてた気といえばでしょ。イーフトのですからね。イーフトのラインブレーカー2択だな。いや2択だな。だから綺麗に2択、うん、どっちで合わせるかなんだよな。この比較が早々にピアノを走らせている。いや俺も行くわ、ここに波長を合わせるしかない。ここヒントはあった。ここに王がいます。ああ、そうよ、いるか。この面でしょ。マジで。ああ、いや分かんねえってこれ。いや伝わりました。伝わった。さっきのあれのせいで分かんねえ。あれのせいで。あれのせいで。あれでいきます。せーガチスカで見せてもらって、それとエムバペ入ってたから。そうそうそう。そっからの着想ね。なるほどね。い
来た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 、リーチリーチ、おーって言うからさ、なんかルンメリー王っぽいな。いや貢献とか言われたので謎の一戦使って邪魔してくる。バペをね、バペよし来い、来い、行こう行こう行こう、リーチだよ、終わってるんじゃない、終わってるぜ、ハゲラ食べよう。好きなえ麻雀の役は、おい出てこい、おいおいここ座れ、ここ座れ、お前経験はありますか。いや、まああります、あります、なんとなく、まあ知ってる役はある。あー、なるほど。あ、これチャンスで、これめっちゃチャンス、ヒントよ、ヒント、いいですか、いいですか、さあ行きましょう。いや、合わせろよ、みんな自分の本当好きなんじゃダメですからね。はい、行きますよ、いきます。え、ちょっとここは一人ずつ行こう、一人ずつ行きます。じゃあ、伊藤さんお願いします。はい、行きます。はい、リーチ、もうじゃあ、じゃあ、なんでもうって企画さん行きましょう。はい、僕、スーアンコ。はい、国士無双、国士無双、あーやだ、そうじゃん、ねえ、そうか、どういうこと、国士無双でしょ、リーチよりは、リーチはリーチはありえない、わかんないよ、知らない人はいるだろ、リーチ、お前がリーチか、国士か、アウトになったんだよ、もう終わったってな、バカだろ、俺が一番好きだけどね、スーアンコもそうだ、あれけないけどね、わかる、次行ける、次行ける、次行ける、そうとしてじゃあリセットして、お願いします。イーフト系 YouTuber といえば、おお、これはもうね、はいはいはい、まあ、こりゃかけるかなかけるかな、こりゃもうかけるかなちょっとどうだって、お前らレイヤちゃん、ちょっと目見ていい？その目やめろよ、マジで。いきますよ、せーの、ヒカラク、よー、俺はもう頑張って頑張って、そうやろ、これレイヤちゃんの優しさを知る、いや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 、絶対でできさあ、先生、1位で、1位で、クリアをね、自己犠牲でいかせてもらいますよ。じゃあ、はい、鎌田大地の所属クラブといえば、うおー、これは、お、来た、またやってる、やってんな、やってんな、やってんな、成功体験ないんだよそれ、なんだってそれ、いいのか、鎌田大地の所属クラブといえば、はい、せーの、フライサルパレス、お前もスタジアムといえば、うわ、え、え、よーよー、あー、あー、もう、あー、さあ、サッカースタジアムでいいんですよね、もちろん、はい、あー、え、うん、いきますか、はい、はい、せーの、はい、国立、おめでとう、これはね、サッカースタジアム、まあまあまあ、ちょっと厳正やね、概念はどうなんだろうそんなことやっていいか、トラックとかあるしプレミアのダービーといえば、あー、うわー、これはない、吉田麻也、なるほどね、助けてくる、吉田麻也、吉田麻也したらみんな混乱するあ、麻也はね、チャンスじゃないだけど、プレミアのダービーっすね、プレミアのダービーといえば、はい、書きます、はい、いいよ、せーの、ノー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 、いい流れが逆にね、逆に伊藤あるよって、そうそう、今日のターンは終わったからという雰囲気、雰囲気、めっちゃ言ってるけどねあー、そうか、はい、
ぞ。シティの象徴的選手とは。これむずい。しかもこれむずい。マッチェスターシティ集合ってあそこでしょ。どこだよ。だからそのことを考えて、いやこれ現役か歴代かもありますからね。そう、あ、全部含めてもらう。でも手っ取り早くいきましょう。手っ取り早くいこうぜ。手っ取り早く、ババッていくに考えると沼に考えない方がいい。あの俗に反射ってやつだよ。反射反射。じゃあいきます。いきますよ。いきます。せーの、アルフレード。あれ、現役アーセナルの象徴的選手は。頼むよ、みんな。俺現役で頼むよ。今で、今ね、ライブ会で一回手だけ探して。あー、オッケで、順番に伝われ。デンジローの実験みたいな。やってきますか。この後石やってます。来てる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 。よし、来てる来てる。今手が、手が取ってる。うわ、すごい。手が取ってる。いっけー。うわ、くらえ。せーの、スタート。おめでとう。バカだな。アカデミーからやってんだよ。で、俺ね、ゾン一番最初に受け継いだのが嬉しいですよね。ちゃんと伝わってるこっちに。お前参加じゃない。まあ参加でもあるけど、参加でもあるけど、進行はウーです。ウーデか。じゃあ、はい、レアルといえば選手選手選手ですよね。レアルなんか。あー、そういうの。あー、レアルマドリード。はい、よしよしよし。まあまあまあ、なから始まる日本人サッカー選手といえば。な、なんだ。いや、そうか。そうな。なんだ。これはでも一人も出てこない。なだよ。なだな。な。ほら。な。いや、信じよう。信じよう。みんなを信じよう。危ねえ。絶対揃わないとこだった。行きますか。行きますよ。せーの、中村俊輔。なっさん。いや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 。中村俊輔。お前それなすびさん。那須さんを褒めてるでしょ。違う違う、お前さ、那須さんかなって。いや、お前もだぞ。いや、俺狙った。中村にすれば言うだけ損する、これ。やめよ。ちなみに俺最初ナナミって書いてた。じゃあもうリスト、はい、じゃあリセットで。ウィーレのフォーメーションといえば。いや、これちょっと待って、これはあるぞ。ウィーレだから、ウィーレだからね。イーフトじゃないからね。おい、ウィーレだぞ。ウィーレだぞ。分かってるな。うん、よし、俺とかくは絶対に。あれ、なんて圧倒的な自信がある。俺も行きます。ちょっと待ってくださいね。ウィーレだぞ。ウィーレですよね。はい、せーの、4312。あ、でもこれ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 。あー、これこれ。あー、じゃあじゃあじゃあ、サントスでしょ。そう、絶対に。図解と言われてる。保険でね。さすが、さすが。あぶねー。ジャッジメントいないから。人がこぼれ落ちない。いいよ、一連ですよ。もしこイーフトのフォーメーションといえば。いや、これはね。そうさ、でも皆さん先ほども共有しましたよ。お、あれをなんて言うの。あれをなんて言うの。でしょ、あれ。エディットはまあ、でこれ図で書くと後でカバーできるでしょ。まあ数字書いて図だな。そう、いきますよ。はい、せーの、442。おお、すげえ。完璧じゃない。あ、ちゃんとこれ。あ、そうそうそう、442。待って待って待って、ちょっと気持ち悪い。まあ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 。おお、待って待って待って、来たぞ。これはいいよ、これはいいよ。逆にすごい、これでいい。ついてきました、ついてきました。嬉しい、ありがたい。行こう行こう。あるあるある、終わる終わる、ここに行く。ラスト、は
身分の最強技は最強技最強技もうさおいおいおいちなみに皆さん稲妻イレブンのゲームやったことあります？ありますよ。めちゃくちゃ何やりました？俺はあれ、あの遠藤守れ主人公のワンツースリー。あ、ワンツースリー。俺ワンツースリーだけです。僕全部やりました。全部やった。全部やった。ゴーまで。あー、ゴーまでか。彼は？え、俺もワンツースリーやってない。あー、まあでもそれヒントだな、でも。これはワンツーまで。でもちょっと申し訳ない。こうなっちゃうわ。どうかな、これ。こうなっちゃうわ、俺は。シリーズどうして？でも、わかんないもん。シリーズの。どれが一番強いかは信じます、もうみんなを、はい、俺もみんなを信じます。いきますよ、せーの、ゴッドハンド。うわー、おい言うてんだ、おい強くない、黙れや。そうじゃん、いいだろ。それだったら勝ちたかったよ、ウルトリジェントの。あの、変えようとしたんですよ。でも、ファイアートルネード。何大会？おお、これはもう合わせに行きましょうね。合わせに行きましょうね。いや、うん、もうで俺合わせること覚えた。いや、合わせるというかもう思いの丈変えちゃおう。そうっすね、思いの丈書くのに変えちゃおう、思いの丈。いきますよ、好きだよ。せーの、カタカール、よいしょー。絶対この決勝やばすぎ、めちゃくちゃおもろかったです。これはもうマジでおもろい方だ。マジでやばい。行こう行こう。髪を結んでいる選手、あー、だな。いやでもこれはどっちかか。髪？え？髪結んでんだよ。俺たちには一つの軸がある。今浮かんだわ、その言葉で。レイワちゃんの言葉で。行きましょう。行きますよ。はい。せーの。そうですね、最後も真剣に言って、はい、イーフと最強選手といえば、じゃあ一番いや、いやいやいや、解釈の違いがあるでしょ。いや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 、どっちだ、二択なのこれ。まあここはもうそれぞれでいきたいですね、最後だし。最後だし。おお、え、いいんすか。俺が思う。俺やめろお前、下手なことしたんで。怪しいかもしれんな。もう今の僕らは大丈夫です。大丈夫だ、うん、もういろいろあっていくんだ。じゃあ行きましょう。ちょっと俺からいきますよ今度は、はい、エンバペいけいけでは顔よっしゃ、いけメッシ消化する、消化しないよ。ムバペメッシちゃんと対談なんかこう、ね、流れ的にバペかトミーじゃないか。ここでメッシで締めたらキュッてなるだろ。確かになる。そうだろ。まだいける、まだいける、まだいける、いける。現在の日本代表選手といえば、あー、これも合わせにいきましょう。いや、やめ、合わせにいくとか言わない。あー、いや、なるほどね。今どっちの流れかっていうのを組んで、組んだ方がいいですね。いや、流れ組み始めて、俺らもう今ちっちゃかみちゃかですからね。確かに。あ、いや、意外とシンプルの方が、はいはいはい、なるほどね。これでいきます。はい、せーの、久保田健、久保田健さん。悪いところといえば、これはもういける。ひでえもんね。そう合うのもどうかと思うけどね。我々がいきますか。せーの、メッシ。ヒカップかと思った。違うよ、ローマジでしょ。違うとこしよう。メッシじゃん、その速さで過ぎたんだ。ちょっとこっから、2連にしようと。もうマジで時間がない。もう2連なんで、すっと行きましょうね。はい、行きましょう。
はい、伝説のポケモンといえば、ちょっともうなんか何でもある。せーのね。もう書かなくてもいいか。はいよ。せーのいきますよ。せーのでいく。せーの、ルギア。はい。ルギア。ルギア。ミュウツー。ミュウツー。またこれ。モンハンのパッケージモンスター。せーの。間違えた。じゃあモンハンやったことありますか。あるけど。あじゃあ行きますか。行きますか。せーの、リオレウス。リオレウス。リオレウス。なるべくが。ティガレックス。あいつぎ。日本のアイドルグループといえば、あーもういけるでしょ、これいける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 、いや、せーの、乃木坂、AKB、AKB、乃木坂、乃木坂、やってみます。やるだけやってみるか。せーの、ファレッケ。ファレッケ。どうなのって。バレバー。ダメだ。これはダメだ。威嚇でしょ。さあ、ブライトンのベテランといえば。あ、お、わ、これは。一択じゃない？そうね。あ、でも一択か。いけるいけるいける。いやいや、ついてきてください。いきます。せーの、ミルナ。スキルといえば、最強スキル、いやいやいや、そうだ、いける、いやあるでしょ、いけるいけるいける、これはいける、マジでマジで、ちょっとこれ特殊スキルもあるんだよな。確かにな、全部ありね、全部ありね、全部ありにした上でそのどうか、はいはい、でもこれあったら嬉しいな、これあったら、これあったら嬉しいよね。じゃあ誰からいきます、自信ある人からいきましょう。え、それフラグなんない？じゃあ僕から、いや、やめよう、じゃあ行こう、じゃあ俺から行くよ、取る取る、ダブルタッチ、お、うわー、光る光る、ダブルタッチ、おー、来た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 、ちょっと通して、え、ダブルタ、え、スキルはダブタッチ。これは間違いない。間違いないということで、まあ2連でございますけれども、一応達成。よくやった。よくやった。すごいすごい。はい。さあ、どうでした？いやもうね、この4人なら何でも乗り越えられそうだ。本当？結構。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。さあ、どうですか、どうですか。個人的にあのフォメ2連であったとか、そう、結構名シーンかな。ねえ、あれはすごかった。あれ2連出して、そういないいないで、本当あれ、ジアーズ、強いから、ジアーズ、お前今日ジアーズちょっとかっこいいカモフめちゃくちゃ楽しかったです。カモン、ジアーズ、よかったよかったという感じです。いや、今回は4人で一緒に一生懸命やってみました。改めてですね、お二方ありがとうございました。ありがとうございました。よっしゃ、よければチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バーイ。